今日はものすごく何年ぶりかのメイクアップチュートリアルを撮ってみました。このルックをやっております。今までのメイクアップチュートリアルとは考えられないほど短く終わっていて、時間もかかってなくって、で、はい、ちょっとこうポイントを押さえつつやってみました。ですね、今日私は娘のダンスパフォーマンスがあってですね、それを見に行く感じなんです。なんで、まあこんな感じで今日は仕上げてるんだけど、気になる方はぜひぜひぜひチェックしてみてくださいね。で、使ったものはすべて詳細欄の方に書いてあるのでぜひチェックしてください。ではどうぞ。はい、こんにちは、みなさん。ではですね、私はもうスキンケアを終えていて、で、あれもつけてます、日焼け止めもつけています。なのでこれからじゃあちょっと化粧していこうと思いますよ。はい、今日使うファンデーションをこれにしようと思う。NYX の Bear With Me ってやつ。これね、なんでこれを選ぶかっていうと、私最近化粧下地とかをつけていなくって、っていうのがね、なんかあんまり肌がいい風に仕上がらないんですよ、化粧下地とかプライマーとかを使うと。だからもう今もファンデーションだけ直接塗ってるんだけど、結構出しちゃったね。同じで出すじゃん。でしたらこのブランド最近すごい好きなのね、イリアっていうブランドなんだけど、これのイルミネーターをちょっとじゃあファンデーションに混ぜていきます。こんな感じでさ、もう指でこういう感じで、もうなんていうの、モイスチュライザーを混ぜるみたいな感じで、今日はアラモアナショッピングセンターなのね、娘のダンスする場所が。で、ほら結構ショッピングモールでさ、旅行者の人とかは行くような大きいところじゃないですか。なんで普段メイクの延長線な感じでメイクしたいんだけど、今日は例えばね、そういう大きいところとか行くわけでもなくって、まあ、本当に毎日メイクみたいなレベルであれば、ファンデーションにモイスチュライザーを混ぜたりとかして、見てこれ混ぜたりとかして、ちょっとこう、なんていうのかな、チェントモイスチュライザーみたいな感じでやるけど、はい、まあ、今日はこのファンデーション の, ちょっと力を生かして、見てこれ、やばくない？この昔さ、そしたらこれビューティーブレンダーで叩いていきますよ。昔ね、メイクアップチュートリアルとかを過ごしてた時と今のメイクの仕方との違いが自分でもはっきり分かるのは、指でやることが多くなりました。昔はさ、ファンデーションのせるにもリキッドブラシ使ったりとか、フラットのやつね、いろいろ使ってたんだけど、結構指でのせることが多くなって、まあ、指がさ一番のツールって言われててね、やっぱり肌で乗せていくから馴染むんですよ。だからそれで指でやることが増えたし、あとまあ化粧下地も使わないじゃん。あと何があるかな、まあちょっとこう気づき次第お話ししていこうと思うけど、そんな感じ。はい、これでこう均一なファンデーション、均一なカラーを顔に乗せました。結構日焼けな感じね。そしたら次使うのはね、この Fenty Beauty のコントワースティックです。これわかる？これね、カラーはちなみに4番のトリュフっていうカラーです。で、これをね、そう、今までさ、このへこんでる骨のところの真上に、あ、もう真上、わかる、へこんでるところに乗せてたのね。でも今はここがへこんでるところとしたらちょっと上、ちょっと上に乗せてるとブレンドするときに上手にこうなってくれるんですよ。だからちょっと上目にやって、ちょっとぼかしてあげてってやるとぼかしやすいからね。あと顔の周りもやるじゃん。でちょっと鼻の方もやろうか。でもこのジャーラインをちょっとやって、こういう感じでね。でしたらこれはバッフィングブラシでバフしていくね。このブラシでやっていこうかな。これはね、学校の専門学校に行った時にもうさ、メイクアップブラシのキットとかもまた全部一から全部くれるんですよ。そうだからそれで手に入れたやつなんだけど、
バッフィングブラシっていうのはさ、もうものすごく毛がキュウキュウに詰まっててふわふわしてないやつだから、ちょっと固めのやつです。それでぼかしていくのが一番ぼきやすいから、ふわふわしてるやつだとちゃんとしっかりぼかしてくんないからね。したらここもさ、あんまり下に持っていかないようにして、下に持ってきてここ全部黒くなっちゃうから、これね、手でぼかす人もいるよね。私はちょっと手でやるとこれ時間かかるから、もうブラシでいっちゃってます。じゃん。で、おでこも、おでこはね、私髪、前髪がこう落ちるから、いつもあんまりこの毛の生え際まで気ぃつけてないんだけど、でもこう例えばさ、ロン毛でね、髪をこうやって上げる人とかはさ、もう本当にこのさ、毛の生え際もしっかりぐわー、もうちょっと髪の毛の上メイクしてるぐらいな状況をでやっていかないと、やっぱこのコントアするときとかっていうのはね、色のあれが見えちゃうから、はっきりと。だからしっかりとバフしてね、ブレンドさせていかないといけないんだよね。で、私がこのコントアをのせるときさ、こうやってのせたじゃない。で、ぼかすときはね、だいたい結構光がここら辺に集まるように、わかります？だからそこは触らないのよ、ここら辺は。で、ちょっとこう、ここら辺はさ、こう髪の毛がこうあって影に見えたいんですよね、ここら辺は。だからここら辺までこうぼかしちゃうわけ、ここ全体ね。で、ここに中心の光を持ってきたい、立体感を出すように。だからそういう感じでぼかしてます。OK。したら、そうだね、これをペンチして、こういう感じで。で、鼻やっていこうか。で、これも、ここあるじゃん。ここから始まってるじゃないですか、私。ここまでのスタイル。したら、これを、うわーっとこう持ってくるね。骨格も骨に沿ってなんだよ、本当に。この、ブロンザーコントアのせるところは本当に骨があるところをもっと濃く見せたりとか、そう、だからもう自分の骨に沿るんだよね。そう、今ちょっと全体的に日焼けでちょっと濃い感じじゃん。で、したら次、ここで私はね、ハイライトに行かないのよ、これは。次っていうのも、まず聞いてくださいね、まずちょっと見せてから。次使うのはこのレアビューティーっていうブランドのリキッドブラシなのね。で、カラーが、ちょ、下のとこ書いておくからね。グレートフル。あ、これ韓国で作ってんだ。これさ、セレナ・ゴメスちゃんいるじゃん。彼女のブランドなんだけどね。すっごくピグメントが超強いんですよ。見える？この先っちょ。すごい強いの。だから、いっぱいつけると大変なことになるわけね。なんで、私はこれをね、笑うじゃん。で、今流行ってるのはさ、ここら辺もちょっとチークボーンの高いところにもつけるわけよ。なんで、ここら辺に1個ぐらいつけてね、こういう感じで。で、ダブルディップしない、もう1回のやつ結構さ、こう剥ぎ取ってね、先っちょこうやってスクープオフして、でってってって感じでつけたら、これはもう絶対指で広がりすぎないようにぼかしていきます。でね、広がりすぎないようにって言っても、広がりすぎちゃう、なんか言ってほしくないところに色がついちゃったりするじゃないですか。わかります？今私はこの状況だと、もうこことかついてほしくないんだけど、ついちゃってるわけ。わかるかな？この目の下の方ね。で、それをコンシーラーするときに上からやって、ちょっとぼかしていくみたいな感じ。だから
あのそう、目の下のハイライトは後にやってる。でちょっと鼻のあたりにつけるじゃん、ちょっと日焼けっぽいやつね。で中にはさ、このちょっとおでこの方にコントはしないで、このチークのカラーをさちょっと乗せて、ちょっとなんていうのかな、立体感を出す人もいるよね。こんな感じでつきました。 OK、 いろいろあるカラーの中でもこれ結構濃いやつなのね。だから私はすごい気に入って使ってるけど、これじゃないからもう全然、全部可愛いってか、もう全部可愛い。そうそうなんです。そしたら今指でちょっと伸ばしたでしょ。そしたら次に使うのがこのカバーフィックスのコンシーラーを使います。カラーは N ミディアム1で、こいつを目の下じゃない、いや、顎でしょ。で、ちょっとここに上がる目尻や、あのそんなに今日アイシャドウしないから、ちょっと今まだ考えてるところ、決めてるところなんだけど、うん、あんましないから、その分こう自然とさ光でこう目がキュッと上がってるように見せたいから、この目のところこういう感じでつけてますね。そしたらファンデーションをブレンドしたこの面あるでしょ、ここを上手に使うのよ。ちょっともっと綺麗になじむから、これをここの部分を使って今ハイライトのところをなじましていきます。このさ目の下の今ぼかしてるじゃん、ここで今ぼかしてる時にさっきさチークのブラシ結構あ広がりすぎちゃったなっていうところ、でもそこまで広げないと上手に色がぼけなかったんだよなみたいな、そういう時ないですか。したら今のこのハイライトをやっている時にその上をカバーしてあげて上手にブレンドさせていくのね。そうでさ、この今使っているハイライトをちょっと持ってって、この鼻の方わかる、ここにコンタクトのせたじゃないですか。で、このハイライトのコンシーラーをこうちょっと上に持ってくるみたいな感じ。じゃん。で、これはさ、これこそうわって広がらないようにブレンドするのが大事だから、ちょっと上手にね、このビューティーブレンダーの角とかを使ってぼかしてあげる。今ティーンってなってるでしょ。そしたらさ、さっきここにのせてたブロンザーがあれっていう感じになっちゃうじゃん。だから戻ってぼかしてあげないといけない。このさ、一回ずつ戻ってぼかしてあげるっていう作業はすごく大事。Okay、 はい、こんな感じね。じゃあやっていくよ、こっちも。そう、このさ、ぼかす幅だよね。これをさ、うん、いい加減にやってるとすごいこうだらしないっていうか、こうなんていうのかな、締まりのないメイクになっていくっていうか、もう永遠とブロンザーもボワ、ハイライトもボワみたいな感じになっちゃうから、それが難しいんだよね。だからちゃんと順序考えて、伸ばし方考えて、戻るのが必要なんであれば戻って、今ちょっとこうヒュッて線に なってるの分かります。こっちはそうでもないじゃん、さっきぼかしたから。分かるかな、ね、これを残しておくと変だから、ここちゃんとさぼかしてあげてね。ってやるとここだけこう上がってる風に見せたいわけだからね、うん、OK、 こんな感じ、こんな感じございます。これでね、私は、ブロンザー使うんだ。そう、ブロンザーを使うっていうのももうちょっと濃さが欲しいからここでブロンザー使うんだけど、別に使わなくてもいいんだよね。
で、私が使ってるのがこの NYX のマットブロンザー。これをこのちょっと MAC のブラシなんだけどね、これコントアブラシって言われてもなんだけど、ちょっと頭が小さめのやつで取って、こう必要なとこだけに入れていく。だからさ、小さめのブラシが使いたいわけよね。コントロールしやすいからさ、そっちの方が、ちょっとここら辺も残り、もう新しい色は取らずに、残りブラシについて残りのパウダーでこの目のあたりとかぼかしていく感じ。 OK。 したら次ですね、眉毛やろうかな。眉毛なんだけどさ、私今思ったんだけど、ああこれを全部やる前にやるべきだったと思ったんですが、私が最近使っている眉毛のプロダクトがですね、あのブローワックスなんだけど、今さいろんなブランドでブローワックス出てるでしょ。私これね、ちょっと自分でブローワックス出そうかなと思って取り寄せたサンプルなんですよ。でも結局やめようと思って、そう、それでまだでも手元にサンプルが残ったからこれを使ってるって感じのね。だからどこのブランドのものでもないんだけど、これにこの化粧水、私が使ってるのはこのピクシーのハイドレーディングミルキーミストってやつなんだけどね、まあどんな化粧品水でもいいよ。これをさちょっと吹きかけてあげて、この曲がったワンドあるじゃないですか、で取って、そうでね、私の髪の毛、眉毛の毛質はね、やっぱり自分の地毛と一緒でね、すごく強いの。だからさ、アジア人の人で、このさ、こう眉毛を持ち上げたい、今流行ってる感じのにしたいっていう人はさ、結構いろんなプロダクト私も試したんだけど、全然髪の毛が言うこと聞いてくれない。結局こうやってさ、コームしたところですぐ戻っちゃうわけ、毛が直毛だからね。だからプロダクトでコントロールしにくくって、もうそうなってくると、ハリウッドブローとか言ってさ、パーマがあるじゃない、眉毛のパーマ、あそこまでしないと結局こうインスタグラムで見るような眉毛っていうのはこの毛質だと作りにくいんですよね。なんだけど私はこの毛並みを揃えるっていうのにフォーカスをしてて、それで毛並みを揃えて束感を出すみたいなっていう意味で今これを使ってるんだけど、こうブラシに結構つけるのよ、結構つけて、で眉毛と全然反対の方向にこう溶かして、もう髪の毛の一面じゃなくって、もう全体にこのプロダクトがつくようにこのブラシでこう溶かしていくわけよね。で全体についたなってなったら、この毛並みを揃えていくっていう感じでやってるんだけど、わかりますか？こうやってさ、やったら私はこの毛並みをこう揃えてね、で本当はこの毛とかも上に行ってほしいんだけど、わかる？落ちてきちゃうじゃない？やっぱパーマかかってないとここら辺はもう無理なんだよ。どのプロダクト使っても私の髪の毛は無理なの。だからなんかいろいろはっつけたりとかしたこともあるんだけど、それとね、正直やっぱり見た目が変なのよね。だから私が自然に見せたいのでいいのだと、とりあえずこういう感じ、私は今眉毛やってます。これとりあえず毛並みを揃える、束感を出す。で束感が出るとなんか毛並みが揃ってる風に見えるからさ、そう、こんな感じで揃えました。はい、そうしたらこれね、ちょっと乾かすんだよ。どのアイブロウプロダクトのこういうワックス系のやつは全部そうなんだけど、一回ちょっとね乾かしてあげないといけないわけ。ちょっとセットさせて、そうで、私がずっと使ってるのはこれ、これ
基本どのブランドでもいいんだけど、私が今使ってんのはオータビューティーの、オータあるじゃんお店、あそこが出しているさブラン、あそこが出しているマスカラなんだけど、トゥイスティードボリュームって書かれてるやつなんだよね。カラーはブラックブラウンでね、この要はさ眉毛のマスカラを探してたのね。で普通の眉マスカラって呼ばれるものっていうのは私も全然これじゃないんだよなっていうのがずっと続いてて、で私の見つけたアイディアとしては、ファイバーが入ってるマスカラあるじゃんね、ただまつげにつけるマスカラ、ファイバーが入ってるやつ、それだと眉毛にやった時に束感を出してくれるんですね。なんだけど物によってはものすごくファイバーが入りすぎちゃってて本当に眉毛がブワッっていう感じになっちゃうこともあるから、まあ程よく、もうそれこそね良さそうなのを買って試すしかないんだけど、今のところ私はこれすごい気に入って使ってるのね。そうだからこれを使っていくんだけどさ、そう、まあ、毛先はこんな感じになってんのね。で私はどういう風にやるかっていうと、たださこうコームしていくだけなのよ。なんだけどね、ちょうどいい束感とちょっとファイバーも入ってるからなんかボリュームを出してくれて、それで私はすごく気に入っております。こういう感じで、私の眉毛はこれで終わんないよ。この後にね、ブラシの細いやつ、先が細いブラシあるじゃんか、眉毛を一本一本描いていくってやつ、それで穴埋めをしていきます。こうさ、全体的に見た時にこことか足りないんですよ、私まだ毛がね、ここら辺とか穴があるじゃん、そこら辺を埋めていくっていうのと、あと眉頭のところにちょっとこう毛がある感じで足してボサ感を出すというか、したら OK。 したら私が使うのがですね、次 NYX のね、このリフト&スナッチっていうブローテイントペンです。でカラーはアッシュブラウンなのね。でこれを、毛先がものすごく細いんだよ。でこれをですね、見える？したらちょっとなさそうなところに足していくみたいな感じなんで、イメージは。でこれただの、マスカラワンドね、これでちょっとぼかしていくんだよ。でこの眉頭のところしっかりとさ、よし、よし、こんな感じで眉毛終わった。ちょっとさ、すごいやりにくかったから見えたかなって感じなんだけど、はい、まあ、こんな感じで眉毛終わらせまして、ちょっと熱い。じゃん。で、今日、アイシャドウしようかなっていう感じなんですよ。っていうのも、真っ赤のリップをつけようと思ってたの。この間買ったすっごい可愛い色で、だからそれをつけるためには別に目元何もしなくていいかなっていう感じなんだよね。だから今まつげを溶かしてる。オッケー。だからそしたらここにフェンティのHow many carrots っていうハイライト、これをね指先で取って、この眉、あ、目頭の上っていうの、ここに指で乗せてちょっと気持ちキラキラさせて、
そう、あのね、口元を真っ赤にするときはそんなに目元うるさくなくていいからさ。で、ちょっとブロンザー、ブロンザーがあるから、ブロンザーをさ、ちょっとブレンディングブラシで取って、このちょっと骨格を濃くしていくとか、そういう感じでいこうか。なんかアイシャドウ乗ってるっていうよりかはもう自然と影があるような感じで、多分メイクしてないんだろうけどメイクしているみたいな感じの、あのアイシャドウの入れ方。ちょびっと影みたいな。だから上手にぼかして線とかつけないでってやってさ。で、ちょっと待ってな。ここにね、タルトのレディグローかなっていうハイライトカラーがあるんです。これをハイライトブラシで取って、これエルフのやつね。で、このちょっとチークボンのところに、うわやべ、ちょっと取りすぎた。こっちすげえな、おい。で、ちょっとこの、で、こう乗せて、ちょっと待って、これのさ、さっき、これもいいや、このブレンディングブラシでちょっと乗せすぎたっつってやるじゃん。このパウダーを乗せすぎちゃうとね、この初め使ったリキッドファンデーションもそうだし、リキッドブラシ、このチークのところでやったらもそうだし、コントーもそうだけど、全部初めさ、リキッドとかクリームのプロダクトを使ったからツヤが出るようにもなってるんだよね。で、その上にパウダーを乗せちゃうとそれを抑えちゃうから、私はセッティングパウダーはしなくっても最近は全然。そうだから、ここの目の下とかここら辺とかはもうパウダーが乗ってないような状態なんだけど、ブロンザーの場所とハイライトの場所はさっき見せたようにパウダーでちょっとフィニッシュさせてって、そんな感じなんで。でも、もうちょっとチークの色が欲しいなとか思ったらちょっとパウダー乗せたりするけど、こんな感じでいいんだよ。で、そう。で、この、来ました。もう今日初めて開けるからね。これも、セレナ・ゴメスちゃんの、レアビューティーから出ている、リップカラーです。名前のカラー、この名前は、インスパイアっていうカラーで、で、なんかね、今リップクリームのせました。ちなみにセフォラに行って違う色とかをこうテストさせてもらったんだけど、すごくスムーズでマットなのに、なんかモイスチュ、なんかすごく保湿されてるような感じなんです。だからすごいつきやすくって、なんか昔ってさ、こういうリキッドリップスティックとかマットっていうとも結構パキパキになっちゃうものが多かったんだけど、ちゃんとしっかりこうさ、マットフィニッシュなのにパキパキしなくって保湿力があってね、すごいいいと思って、で、この色可愛かったから買ったんだけど、見て、この一番初めの開封、まあ赤じゃん、パッと見赤じゃん。だけどこれさ、リップライナーなしでいけるやつなんだよ。パッと見赤なんだけど、ちょっとオレンジ味のある赤だと思うんだよね。よし、かわいい、超クリーミー、かわいい、かわいくない？もうほら、リップライナーいらないじゃん。ね？いらないよ。
やばい、なんかこのスムーズな感じはちょっと初めて。かわいい。これさ、歯気をつけないとね。 OK OK。 この色かわいい。 OK OK。 そしたら最後にさっき見せたね、これを化粧水ちょっと顔全体につけて、そう、いつもね、昔よく言ってたけど、セッティングスプレーでもいいんだけど、化粧水でも大丈夫で、これをバーッとつけて、じゃちょっと髪とかアクセサリーとかやって、またら髪とかあとアクセサリーとかやってまた帰ってきますね。はい、完成しました。今日のメイクはこんな感じです。 OK、 ちょっと待って、メイクアップブラシついてない、メイクアップブラシついてない、ちょっと待って、恥ずかしいよね、メイクアップのブラシついてたら。このさ、MAC のね、コントーブラシ、これすっごい昔に買ったんだけど毛がすっごい抜けるんだよね。はい、今日はこんな感じでメイクしました。もう目元は全然手加えてないけど、ベースメイクはちょっとやっぱ時間かけたじゃん。そうで、眉毛はすごくこう前みたいにキリっていうよりかちょっとこうふさふさで自然な感じにして、で口にちょっと印象持ってきてみたいな感じ。今日のねアウトフィットと今日合うんだよ。イエーイ。そう、そんな感じで、では娘のダンスパフォーマンス行ってきます。すごく楽しみ。今日も見ていただいてありがとうございました。皆さん素敵な一日を過ごしてください。ではまた次会いましょう。バイ。